八五郎の豊島湿地は、兵庫県豊岡市木崎町、豊島地区にある私立の湿地。山陰海岸国立公園第三種特別地域に指定された環境保全拠点で、ラムサール条約登録地の縁山川下流域、周辺水田に含まれている。山陰海岸国立公園と日本の重要湿地、500に指定された塩山川の右岸に位置し、 沿山川からの淡水と日本海からの寄水、山からの湧水が混在する面積3.8ヘクタールの湿地である。日本では1971年に絶滅した環境省のレッドデータブック絶滅危惧種 IA 類に指定されている特別天然記念物コウノトリの生息拠点となっているほか、絶滅危惧種通類に指定されている一年草の水葵が大量に群生しており、 その規模は日本有数と評価されている。他にもアサザ族、ヒメシロアサザ、ミズオオバコなどの希少水生植物、ナマズやコイ、ハゼなどの魚類が生息している。このような様々な奇重種が生息することから生態系の方庫とも言われている。2002年にオスの野生コウノトリが飛来して以降、コウノトリ野生復帰事業の一環として、豊岡市が整備を進め、 2009年4月2日に完成した。同施設では管理棟、野鳥観察棟、人口相当をはじめ、淡水湿地、汽水湿地、山際湿地などの各種湿地が整備されており、コウノトリをはじめとした野鳥の生息拠点として、環境教育の拠点として、あるいは観光拠点としても活用されている。2002年8月5日、出田だった。 この地に一羽の野生のコウノトリが迷りた。このオスの野生コウノトリは中国大陸から飛来したとされ、確認された日にちなんで、ハチゴロウと名付けられた。以来5年近くにわたり、豊岡市に泊まって生活を続け、地域住民や愛好家らに親しまれていたが、2007年2月6日から行方不明となり、同2月27日に、 同志金剛寺の山林で死亡しているのを、兵庫県立高野鳥の合公園の関係者と獣医師が確認した。高野鳥野生復帰事業において、八五郎のもたらした影響は大きく、野生の高野鳥は通常どのような行動をとるのか、など多くのヒントを得ることができた。これらの功績を称えるとともに、市民に親しまれた記憶を風化させないよう、保全した湿地に名前を残すこととなった。 管理棟解説版観察後や整備された地図サイトで検索した際は正確な一致ではないので注意。ありがとうございます。